今日にも書類送検、長時間労働の疑い。去年12月に女性の新入社員が過労自殺した電通、社員に違法な長時間労働をさせていたとして、東京労働局、今日にも労働基準法違反の疑いで、法人としての電通と役員ら10人前後を書類送検する方針固めました。 関係者によりますと、これまでの捜査で、30人を超える社員が勤務時間を月100時間以上少なく申告していたことが判明しました。自殺した女性社員がうつ病を発症したとされる去年11月までの時間外労働、勤務記録上は協定の時間に収まっていたんですが、労災認定では実際には105時間以上だったとって いうことなんですねでこの問題を受けて電通ではすべてのフロアで夜10時消灯などえ会社を挙げて改善に取り組んでいる姿勢を見せていますが三谷さんこれどうなんでしょうね、はい、あの実際の事実関係はこれから明らかになりますけども、はい、私のこの話聞いて2つポイントがあると思ってますね一、はい、つ目は、ええ ま、例えば、電通のように、十字消灯とかやっても、持ち帰って仕事しないかな、はい、そうですよね。特に、あの、こういうサービス、サービス業とか、電通的な仕事は、会社にいる必要があまりないって場合は、相当な家の中で、家での、まあ、残業がね、事実、はい、上あるんじゃないかな、っていうのが、まず一点目と、はい、もう一つはこれ自体が氷山の威嚇ですよってことですはい。はい。で、こう、長引くデフレで、我々って、 日本国民ってできるだけ働かないと競争に負けて落ちこぼれるというこういうプレッシャーに常にそう環境の中で働いてたのでもうこういう事例も山ほどあると思いますよ。たぶはい。はい、ええー。となると、まあ、今回ね、これあのー、残念ながらこの女性の新入社員が過労自殺をしたというケースでここまでクローズアップされてますけれども、はい、その他にもたくさんたくさんあると思いますよ。ね、だからダメだって話じゃないんですか。はい、そうじゃなくて、えー、そういう,う過労にならざるような、ならざるを得ないような そういうサービスを企業はやめるべきじゃないかなもしくは、料金を引き上げる。はい。価格を上げるっていうことをやってかそうすると客が減るじゃないですか、ね今までデフレでずっとその追い詰められる感じで、こういう事例が増えてると思うんだけども、もう逆転してますから、今から問題、人手不足に変わっていくので、そういうことはやめるべきだと思うんですよね。ええ。でもどうしてもまだそのね、デフレ感覚がりますから、ええと、あの、旧大然として、以前も引きずってますよね。そうなんです。働き方も。それの切り替えが必要だと思います。そううい 切り替えの時期だって、失業率、先進国最低ですよ。はいえー、若年層失業率も、主要国最低ですもん。はい、はいえー。でもなんか、職場の雰囲気ってあんまり変わった。デフレの感覚が残っ,って、ね、あるから、えー。本来だったら、みんなが一斉に値上げするといいんですけどね。えー、そういうカルテルできないんで、今。そうなんですね。今日にも書類送検、長時間労働の疑い。 去年12月に女性の新入社員が過労自殺した電通、社員に違法な長時間労働をさせていたとして、東京労働局、今日にも労働基準法違反の疑いで法人としての電通と役員ら10人前後を書類送検する方針を固めました。 関係者によりますと、これまでの捜査で30人を超える社員が勤務時間を月100時間以上少なく申告していたことが判明しました。自殺した女性社員がうつ病発症したとされる去年11月までの時間外労働、 勤務記録上は、協定の時間に収まっていたんですが、労災認定では実際には105時間以上だったということなんですね。で、この問題を受けて、電通では、すべてのフロアで夜10時消灯など、会社を挙げて改善に取り組んでいる姿勢を見せていますが、三沢さん、これどうなんでしょうね。はい。あの、実際の事実関係はこれから明らかになりますけども、はい、私ね、この話聞いて2つポイントがあると思ったんですね。はい。1つ目は、ええ ま、例えば、電通のように、十字相当とかやっても、持ち帰って仕事しないかなう、はい、そうですよね。特に、あの、こういうサービス、サービス業とか電通的な仕事は、会社にいる必要があまりないって場合は、相当な家の中で、家での、まあ、残業がね、事実上あるんじゃないかな、っていうのが、ま、ず一点目と、もう一つはこれ自体が氷山の一角ですよってことですよ。はい。はい。はい、で、こう、長引くデフレで、我々って、 日本国民ってできるだけ働かないと競争に負けて落ちこぼれるというこういうプレッシャーに常に、はい、そう環境の中で働いてたのでもうこういう事例も山ほどあると思いますよはい、はいえー、うん。 となると、ま、今回ね、これ、あの、残念ながら、この女性の新入社員が過労自殺をしたというケースで、ここまでクローズアップされてますけれども、そのほかにもたくさんたくさんあると思いますよ。だからだめだって話じゃないんですよ。そうじゃなくて、そういう過労にならざるような、ならざるを得ないような、そういうサービスを企業はやめるべきじゃないかなと。もしくは、料金を引き上げる。価格を上げるっていうことをやってかそうすると客が減るじゃないですか、今までデフずっとその 追い詰められる感じで、こういう事例が増えていると思うんだけども、うんえー、もう逆転してますから。今から問題、人手不足に変わっていくので、そういうことはやめるべきだと思うんですよね。ええー。はい、でも、どうしてもまだ、その、ね、デフレ感覚が変わりますから、はい、ええと、あの、旧大然として、以前も引きずってますよね。はい、そうなんです。働き方も。それの切り替えが必要だと思います。あそろそろそういう、はい、切り替えの時期に来てるということなんですね。だって、失業率、 先進国最低ですよ、えーえー、若年層失業率も主要国最低ですもん、でもなんか職場の雰囲気ってあんまり変わった、デフレの感覚が残って、ね、あるから、えー、本来だったらみんなが一斉に値上げするといいんですけどね、えー、そういうカルテルできないんで今、今、えー、そうなんですね。